ウトロニュース。やあ皆さん、ごきげんよう。私は機動王子4番系。本日はご視聴ありがとう。千日前線鶴橋駅には隠された秘密があるみたいなんですが、皆さんは何か知っていますか？え、知らないんですか？隠された秘密を調べに鶴橋駅に、さあ参りましょう。早速鶴橋駅のホームに着きました。普通の駅に見えるでしょ？でもよく見てください。ん？何ですかこの模様は。ホームの壁に書かれた一見何の意味があるのかわからないこのデザインですが、実はこれには隠された秘密があるんです。ああ、気になる。鶴橋駅は3つの区が交わるエリアにあるんですが、それぞれの区の花を採用し、天王寺区の桃とパンジー、生野区のアジサイ、東成区のバラとパンジーをモチーフにしたデザインを取り入れているんです。他にもこのマークは鶴橋の地名の由来になった鶴の橋を発想に鶴をモチーフにしているんです。ああ、これは興味深い。ちなみに昔は鶴の橋と一緒に亀の橋もあって、亀をモチーフにしたマークもあるんですが、上下線それぞれのホームの壁に1箇所ずつしかないレアなマークなんです。これを見つけたらあなたもメトロ通。おっと、今回の話はここまで。この後はおすすめのお出かけ情報をチェック。それでは出発進行。大阪メトロマニア、本日紹介するお店は大阪の町中華の筆頭に挙げられる人気店、純華楼。本格的な四川料理を気軽に楽しめるのが特徴。中でも人気メニューの四川風麻婆豆腐は刺激的な辛さと旨味で多くのファンを虜に、餃子と四川風焼きそばもおすすめ。長堀鶴見緑地線玉造駅3号出口から徒歩約4分。さあ参りましょう。最後まで見てくれてありがとう。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。